私がどんな敵でもほふってあげるわ。艦長、ゼーレと一緒に遊んでほしいな。ブローニャの意識は肉体とチップどちらにあるのでしょう。以外何もない。
ワルキューレシステム起動。重装ウサギ 19C、 今は休んでる場合じゃない。ここは聖フレイヤ学園、あなたの家になるところよ。家、どういう意味なの？すぐにわかるわ。先生たちは時間通りに治療を受けないと。安心して、もう二度と来ないわ。そうだ、まだあなたの名前を聞いていな。 W、 そういうのじゃなくて、名前はあなたを象徴するもの。僕もみんな
女みたいに。もちろん。これはベルト。僕の名前はベルト。ここは その本。おかえりなさい。一つ目の世界を解いたんだね。僕の正体はもう分かったと思うけど、僕は第一律者ベルト・ヨウの分身。彼が残した一枚のかけらであり、彼の命令でここを守っている。1年前、ベルトは漁師の海に入って以降戻ってきていません。その後一体何があったのですか？答えを知りたければ、でも君の心に、あのカカリアという人が君を食…大丈夫です、気にしていません。でもブローニャ、あのゼーレっていう女の子のこと、彼女のことは知らない。その痕跡、彼女の本体が漁師の海に漂っていて、偶然この迷宮と重なっただけかもしれない。彼女は特殊な力を持っていて、でもまだその力を自由、これから訪れる世界でまた彼女、でも本当の彼女を見つけたいのなら、漁師の海に、あの本は君と彼女をつなぐ中隊。わかりました、ゼーレ、もう少し待って。艦長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？目標が現れました。この装備でお姉ちゃん、ゼーレ、これ以上お姉ちゃんを傷つけさせない。目標が現れました。外の世界は危険。艦長、
一つ目の世界を解いたから迷宮に変化があったんだ。これが二つ目の世界。君に共鳴してゼーレ。カレル、我が子よ、ミハイルのことをよろしく。お菓子を半分こにしてあげて。タニアのことも、あの子はまだ歩けないから。我が子よ、先に行き、主のために荒れ野の道を備え、我が子たちよ、なぜ先に行く人がいるのかと僕、それは死が先に訪れただけ。悲しみ、苦しみ、恐怖。あの人はオットー司教、それと学園長と精霊。子供たち、戻ろうか。カレル、あなたのお気に入りの車、色が剥げたところをヨアヒムとクレヨンで色付けしたの。ここの景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたいな。私たちとブローニャお姉ちゃん、見て、あそこに木でできた小屋が。あの神父は孤児院の責任者。ここでオットー司教に会うとは思いませんでした。お姉ちゃん、危険で悪い人です。でもこの席一つ前の世界ではカカリアお母様も別人でした。この世界の突破口もきっとヨアヒムにあります。近づく機会。みんなお腹空いたよね。今日のお昼ご飯は何だと思う？人参ポタージュかな。違うわ、ポタージュは火曜に食べたばかりよ。ジェーレ、今日はブローニャ、ポテトとビーフどちらが多いと思う？ポテトで。ブブー、罰ゲームとしてビーフ多めにするわ。テレサ、どうしたの？ヨアヒム、元気を出してほしいのはわかるけど、カレルはいなくなった。みんなには。ヨアヒム、ねえ、本当にあのことについてもう少し考えなくていいの？うん、
もうご飯かい？神父様、わざわざ着替えてどうしたのですか？もうすぐ冬だから、雑貨屋で食材をたくさん買おうと思ってレサ。ゴーヤ餅は食べたいかい？食べたい！熱いゴーヤ餅が食べたいわ！神父様大好き！多めに買って帰るから、みんなで分けて食べよう。神父様、ゴーヤ餅は誰も食べないから、最終的に…そうだ、ヨアヒム。まだだよ。早く準備をしておきなさい。今日はみんなとちゃんとは。では、行ってくる。孤児院は任せて。行ってらっしゃい。レレさん、何か手伝える？そうね。洗濯物のカゴが5つも溜まってるわ。そうだ、薪も足りてないわ。寒くなる前にたくさん。本当は力のある男の子がカレルを失って、ユアヒ。大丈夫、ゼーレとブローニャお姉ちゃん。お願いね。日が暮れ、私も欲しいの。みんなは元気かな？この程度。やあ、そう、それ、目標が現れました。そう、館長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？この程度。少し変です。孤児院から結構離れているのに、漁師の影はさ、人の少ない雪原なのに崩壊獣がいる。気のせいでしょうか？ブロニャお姉ちゃん、ここにちょ…ゼーレ、無理しないでください。大丈夫、この世界にいると今の少しでも。ブロニャをね、ここでの生活、ゼーレたちがいた、あの子たちを見るとまるで毎日苦しいけど、みんなで一緒に頑張って、みんな家族を失ったけど、でもここの子たちはそんなに団結。神父の言葉によると、孤児院にとって養子になる子供がいるのは何か事情があるのかもしれません。焚き木はこれで十分なはずです。うん、ブロイ。ブロニャお姉ちゃん、ゼーレはうまく戦えたかしら？私がどんな敵でもほぐってあげるわ。制約の十字架の出番のようね。
レさん、戻りました。ありがとう、助かったわ。生活は苦しいけれど、神父様とみんなが…エレサは…両親のことはよく覚えてないの。私の一番古い記憶は、神父様に自分がおんぶされて、私をおぶって薪を割っていたわ。外は雪だったけど、この孤児院を神父様が作ったことは、最初に来た子供じゃないけど、今いるこの中で…ヨアヒムはどうですか？どうして…急に彼のこと…お昼ご飯の時、少し気まずい…明日…彼はここを出るのですよね。だから…うん。私とヨアヒムに何かあったのでは。神父様とヨアヒムに。ヨアヒムの父親は神父様に殺されたの。私の知る限り、彼の父親は医者で、病気で亡くなったヨアヒムの母親を生き返らせる研究をしていたみたい。彼は禁忌を、最初ヨアヒムの父親はモル、そして神父様がそれに気づいた時、そんな、だから神父様がヨアヒ、それでヨアヒムは孤児になったのよ。ではヨアヒムはそのことで神、恨むことができたならある意味解放されたかもしれない。ヨアヒムは父親が犯した罪を知っていて止めようとしたから、神父様のこと、彼が孤児院に来てからはお兄さんみたいな立ち位置で、他その姿を見た時もう過去。それでヨアヒムは頭が良くて機械をいじるのも得意で、中だから彼を自分の跡継ぎにしても、その日からヨアヒムはその時やっと彼があのことを忘れ、もしかしたら彼にはこことは違う憧れの生活があって、それなら彼は言うはずだわ。でも彼は怖がっているの。何を？いつか自分も神父様と同じ立場になって、かつての自分の苦しみを他の子に与えてしまう。それが彼の忘れられないトラウマだからね。しばらくしたら隣町のリーゼル夫人がヨアヒムを養子にしたいって言ってきたわ。ヨアヒムはそれに同意した。彼は逃げています。ここを離れることで彼に新しい始まりを与えてくれるかもしれないわ。でもそうしたら、理屈は分かっていてもなかなか手放せない時、私がその立場だったら。それでもヨアヒムが落ち込む姿は見た。何かしてあげたいか。そういえばもうすっかり暗くなった。おかしいわ。少し、館長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？これ以上、お姉ちゃん…ヒャー！ゼ…ヒャー！ヒャー！館長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？外の世界は危険でいっぱいです。ゼーレ、気をつけます。話せないもの。ブローニャお姉ちゃん、大丈夫？ゼーレ、
こうしたら少し良くなる？昔怖い時ブローニャお姉ちゃんがいつもこんな風に手をつないでくれたんだよ。お姉ちゃんの手は温かくて。ゼーレ、苦しいことならもう考えないで。ゼーレはずっとブローニャお姉ちゃんのそばにいるよ。ありがとう。ブローニャはもう大丈夫です。少しだけ迷いましたが、それでもテレサのところに行きましょう。よくやったわゼーレ、ゴールまであと少しよ。こんなの本当に大丈夫よゼーレ。私たちがしてきたことは全てここを出るため。分かってるよ。ここが別れた場所です。テレサは向こうに行ったはずです。神父様、神父様、テレサの声だよ。何、急ぎましょう。起きて、起きてよ神父様、お願いだから目を覚まして。何があったの？気を失っています。早く孤児院に運ばないと。ゼーレ、ここに残ってテレサの手助けをお願いします。この世界の景色懐かしい。ゼーレ、目的地に向け。崩壊獣の数が増えています。大変です。このままではゼーレとテレサ。え、神の鍵、土星の羽ですね。ブローニャ、ブローニャの名前を知っているのですか？あなたには羽の痕跡があります。それがあなたに私の姿を見せ驚きました。あなたはここのもの、あなたは皆さんの記憶に存在していますが、私は土星の羽が残した三千片の羽のうちの一片、あの男の守りたいと。孤児院を崩壊獣から守ったのはあなただったんですね。どうして神父が土星の羽を持っている？土星の羽の主は彼に恩があり、そのお返しとして彼の心に、彼は私をここに連れてきました。しかし彼の命は今終わりを迎えようとしています。私の力もその精神と共に果てるでしょう。神父はいなくなるのですか？彼には心残りが、未練があります。しかし最も彼を束縛しているのは彼の心にある穴です。彼は自身の認めたある人に私を託し、しかし彼とその人の間には。ヨアヒムのことですね。やはりもしヨアヒムがこのまま孤児院を出たら。これは彼らのわだかまりだけではありません。どういう意味ですか？ブローニャ、あなたは答えを求めるためにここに来ました。しかしあなたが本当に見つけたいのは他人ではなく、あなた自身の答えです。それがあの瞬間、あなたが開演の目に入った理由です。答えを知りたければ前へ進みなさい。いつかあなたは過去を乗り越え。ブローニャお姉ちゃん、ゼーレは会いに来たよ。
テレサ、どうやら心配をかけたようだね。今はそんな場合じゃないわ。その傷は一体。ああ平気だ、一晩寝れば治るさ。ブローニャお姉ちゃん。ブローニャは平気です。神父様、無事でよかった。ヨアヒム、荷物はもうまとめ。はい。明日の朝に出るんだ。今日早めに休む。この十字架、僕の代わりに君、村で君に渡す選別を探したんだが、やはり僕を幾度も災いから守ってくれた神の加護を。いい。ヨアヒム、受け取って。ごめん、もらえない。神の加護、善意という名のもとで人を殺めたも。ヨアヒム、何を。神父様が十字架をあなたに渡す。いいんだ、テレサ。あなた、神父様の気持ちを何も分かってない。何も分かってないのはそっちだ。待ってくれ、ヨアヒム。まずい、もう日が暮れる。危ない。テレサ、神父をよろしくお願いします。欲しいのみんなは元気かな。逃げているのですか。自分の過去からですか。神父と孤児院のみんなからですか。どちらも違うはずです。あなたは自分自身。わからない。一体どうすれば正しい。この世界は何が正しく正しい悪いの区別がされるのは物事のみで、人の心には当てはまらないのです。人に対してあること、何かをした後に背負わなければいけない責任。難しいのは分かっています。昔の怖いなら言ってください。あなたのことが大事で、あなたも大事に思っている人に。あなたには家族がいます。何もかもが。
やっぱり、ブローニャ、ゼーレ、テレサ、僕は十字架を雪原に落としたよ。神父様、休んでいてください。来週、いや、明日。大丈夫、いいんだ。そう、彼の気持ちは理解できる。神父様のせいじゃない。善か悪かだけで、この名の時に彼の父親を救う方法でもいくら考えても、あの日彼を通して昔の自分。神父様、かつての僕の禁忌に触れ、悪の力に手を染めた。聖女が僕を止めて深淵から救い出してくれた。僕は彼女と一緒に組織から逃げ、罪の根源を。でも僕たちは呪いを受けたんだ。彼女がいなくなる前に、この線にはその答えを。君たち人の一生では、一回目は善と悪を理解する、二回目は善と悪だけじゃないと理解、三回目は善と悪がないと承知した上で自分。彼女を異国の地に埋め、ここで孤児院を建てた。ヨアヒムの迷いは理解できる。かつての僕もあんな風に迷っていた。だから子供たち、僕はもう戻れないんだ。犯した過ちが多すぎて。でも君たちのおかげで、自分にはまだ幸せな思い出があると気づいて。神父様、きっと大丈夫よ。ヨアヒム、聞いてましたか？ヨアヒム、神父様が昨晩亡くした十字架を見つけて僕にプレゼントすると言ってくれたから。今でも迷っているけど、これからどうすればいいかわからない。でもどうしても伝えたいことがあるんだ。僕はこの一歩を踏み出し、孤児院を継ぎ、神父様の責任を受け継ぎたいと思う。だからこれからも僕の家族として。ああ、ヨアヒム、君は美しい戦いをした。君の信じた道を守った。
私が出なきゃいけないほどの敵？Hit!
館長様のために尽力させていただきます。風を起こす時です。戦場のお掃除を終えました。次のご指示をどうぞ。風を起こす時です。やっ！風を起こす時です。よっ。任務完了。お待たせいたしました。
どこに連れて行く気ですか？かくれんぼだよ。やっはっ、風を起こす時です。招かれ。はあ。はっ。や。私がどんな敵で、私が勝つ。仕事が終わったら有給ちょうだいよね。
私がどんな敵でもほふってあげる。ゼーレ、みんなと一緒に戦います。先に生きしあなたよ、主のために荒野の道を備えよ。なぜ先に行く人がいるのかと、僕死が先に訪れただけ。悲しみ、苦しみ、恐怖はもう二度と来ない。あなたの行くところ、あなたが歩んできた道も。神父様、
あなたは先に、これは私とヨアヒムの選択であり、神様、神様、どうか。